はい、皆さんこんにちは。信長やっていきましょう。次はもうあと龍蔵寺だけですね。流言かましましょう。あ、対馬の流言多いですね。あ、宋さんっていたね。焼き討ち、あ、いや破壊も、いや焼き討ちはちょっと否定しときましょう。否認しときましょう。これもね、ね、新野さんいいんですけど、あ、安いな。これはちょっと採用したい気もするんですけど、90日でしょう。90日だったら、いや、ひょっとしたら間に合うかもわかんないね。お任せよ。ただ、私、1万5000返ってきたね。人吉はね、ちょっと兵糧が足んないんですけど、まあ、米問屋あるからね。動こうか。もう行ってもいいでしょ。あら、ちょっと待って。あら、これ相良さんだっけ。相良さん龍蔵寺行ってたの。この人欲しいんですけどね、私ね。すんごいこの人いい人だからね。なんか私と相性がいいんですよ。そう、あの三国志のね、三国志で言ったらね、また名前忘れちゃった。ね、木に臨んで変に大津って言ったあの徐行さん、徐行さんと私もね、めちゃくちゃなんか知らないけど相性いいんでゲームやると大抵一緒になるんですけど、この人もめちゃくちゃね相性いいんで、やっていきたいなと思うんですけど、どこから出してます、これ。あー、岡城、岩屋城、人吉城、妥当だな、偉そうに言いますけどね。ただその時にはね、ひょっとしたら佐賀城も後ろから続きたいんで、ここも入れときます。はい、こっちは倍の兵力だね。やっとだで、この2人もうくすぶってたと思うんですけど、やっと来れましたね。で、城下施設熊本城、人吉城、おお、人吉城米問屋もあげれんの。お、石高めちゃくちゃ高いわ。いやー、ムラムラするなこれ。あ、でも費用8000もいったら今ぶっ飛んだら痛いわ。やめとこう。やっぱり掌握してるとすごいんだね。アレンページあげれた、よかった。これあげたかったんですよ。ただ、連平上げでも5000飛んでったね。お金がない。で、もうね、商業発展ガンガンさせましょう。色の悪いところを中心に。200しか上がんないんだよね。やり遂げてみせましょう。そっか、相良さんって、人吉城の人だっけ私、追い出した可能性あるよね。それか岩尾城か人吉城。岩尾城の人だっけ、ちょっと忘れちゃいましたけど。あー、ちょっと待って、また私タイマーも忘れてた。はい、じゃあ行きましょうね。あ、風雲来た。はい、元服してばっかに加わる武将が 1名だけね。あ、島津姓だ、忠時さん。あ、吉虎さんの子供なんだね。能力悪いね。はあ、まさか拙者が病のため当面は力を発揮できますね。あららら。らちなみに今の島津さんは物頭で入ってきましたよね。ということはやっぱ直系だったら侍大将ぐらいから入ってくると思うんですけど、直系じゃなかったら普通の一般の人と扱い一緒なんだね。はい、風雲誰？あ、毛利家で騒ぎがあったと。ああ、毛利元清を解明。小枝さんね、これ見ましょう。毛利元就のこといえば、嫡男高元のほか、吉川元春、小早川高景の兄弟が有名だが、それ以外にも子を設けていた。四男の元清は備中攻略で兄と共に活躍し、当主輝元から猿掛城を任されるほどの家中の重鎮でもあったと。
兄上らが吉川小早川の明星なのって毛利家を支えているのに、世なのわしが毛利姓のままなのも気が引けるなぁとのんびりしたこと言ってますね。この際猿掛城の ある保田卿にちなんで保田元清とでも名乗るかと。家を継ぐとかじゃなくて場所から取ったんだね。元清は保田の名城なのに、兄らと共に甥の輝元を支え続けた。後に元清の子秀元は輝元の養子となると。輝元さんというとあれだね、孫だね、 元成さんのね。はい、元清から保田、元清に変が、毛利から保田に改名と。はい、これね、あ、さすがに従属しろとは言われないのか。あ、相手と比較して当家の威信や兵力が足ります。あ、兵力差もいるのか、従属しろっていうのね。はい、ルゲンが実行中で、浄化施設も動いてるんだね。あ、軍開発だね。今度はここには私はもう入会地で行きましょう。何も考えてないですけどね。で、残り3だから、あ、軍開発もいいんだけど、あ、そうだ、お金ないときは軍開発だね。あ、でもお金もっと欲しいからね、商業行っとこうかね。うん、頑張りましょう。いざ始めよう。はい、はい、ルゲンが成功したと。はい、ああ、種子島さん行っちゃった。はい、お主の中堅決して忘れぬぞ、どうか安らかに眠ってくれと。ああ、もう仕方ないやね。長塚壁との同盟が、あ、はい、延長ね。で、そう思ったらね、ここの1万もちょっと、まあ派兵してくるのが時間かかるんですけど、ちょっと怖いといったら怖いですね。あと長宗我部親善しときましょう。また協調だもんね。うん、吉虎さん、また、あ、吉虎さんじゃなくて、吉虎さんよく使いすぎてるから、同じ7だったら、ああ、鬼島津か。うん、鬼島津でいいか。うん、承知つかまつった。で、チコね、ここだね。いやー、上州行っちゃったね。あー、土持ちさん赤くなっちゃった。おっ、あー、そっか、これし、あれにするからだ、上州にするから、えらいご機嫌なこと言ってんだ。いやいや、ダメダメと。あ、メラさんね、メラさん頑張ってください。うん、でメラさんで埋めるか、この人。あ、我が望みって言ってんね、いいのかな。あ、上がった、上がった、よかった、よかった。あ、よかった。あ、上がってくれたね。お、9まで上がった。よかった。いや、てっきりね、上がらないと思ってましたから。おお、陶器1なればと。あ、建設中か。あ、そうか、あなた使ってんのか。政務高いからね。となると、メラさんでいっとこっか。はい、メラさんね。はい。あとは大丈夫だね。で、今思ったんですけど、大官ももう出世してない？あ、してないね。まだ足んないか。で、あとちょっと気になったのが、赤い人いない？あ、いるわ。あ、総林さんじゃない。あなたどこにいるの？総林さんは。おや、総林さんはでもね、政務の人ですね。なので、お茶なんかで喜ぶ。ああ、2つ上がるね。総理さん馬合わないんでね、また下がると思うんですけど。あ、引き抜き来てるね。はい、で先導は、ああ、先導ね、1万の兵を釘付けにできるんだったらいいか。でも1500、まあ行きましょう。うん、さあ、あ、言ったね。
やっぱ兵の少ないところがオッケーってなりやすいのかな。あ、こっちもついたね。あ、もうちょっと置いときましょう。あ、行った行った。毛利との同盟も、うん、毛利は末永くね。あ、熊本城ついたわ。あ、みんなついたわ。12万3000。強烈やなこれ。これ3部隊に割れんじゃないの。こうでしょう。3部隊に割れるよね。3部隊に割ってみようか。おう。どうやって割ろう。どうやって割ろう。この人が総大将っていうことだね。あー弱いなー。あ、でもこの人81もあんのか。あー、こういうのがついてんだね。防御9プラス4めちゃくちゃいいから。あ、そうだ、これこういうの外していけんだわ。なんかね、つけたら減っていくんですよね、こうやってね。だから外したら上がるんで。あら、モブになってる。ちょっと待ってね。あれ、人吉城モブになってる。なことないよね。あ、そっか、家老が兼任してるからモブになるんだ。あー、じゃあまあいいでしょう。うん、あなた外して、この状態でこれも外していいかな。いや、こうか。3060で、こう4000。2万何本の兵だからね。あ、これ2080入ってんのか。で、6000か。で、2000、3000、あ、6000か。ああ、もうちょっとこれ出してみよう。3部隊割るってちょっともう頭ついていけないんですけど。ご指示。ああ、そうか、熊本城から行く部隊とこっちで分けようか。で、さらにこれで6000の部隊で、こっちでしょ。あら、これだね。管理できるのかな、私に。で、さらに、こっち回そうか、鬼島津は。70日、50日。いや、こっちに回すか。で、次、私が裏通られる時ぐらいに、岩屋城で合流しようか。岩屋城の、うん、兵力と合流して、あわよくばこのお城も奪っちゃおうかと思ってんですけど、うん、そうだね。あー、家久さん、あなたは絶対必須だから。あなた、そうなるのか。久留米城、あー、久留米城に行っとこっか。うん、そうだね。で、こっちの2つは後ろから行ければいいかなっていうぐらいかな。待ち合わせしましょうか。で、あー、そうだ、ここの部隊は後ろから回すか。ああ、みんなついてまいれ。これあれなんだね、輸送の兵糧とかも考えないといけないから結構大変なんだね。よし、ちょっと動かそうか。あら、商業？うん。任されました。で、
私動くか。いや、もうちょっと待とうか。で、こう来たんで、まあ、こっちの部隊は。渋滞起こしてる。これ、ずれたということで渋滞起こしてんだよね。これどうしよう。私1万5000で行った方がいいかな。でも、実際そんなに使わないんだよね。実際そんな使わないんですよ。攻撃さん、あ、外したらその分乗っかるんだね。あら、ここ1と、あ、ごめんなさい、攻撃84でしょ、切ったら減るのね。でもここ2と1乗ったよね、今。ほら、3乗ってるんだけど減るのよね。よくわかんないね。まあ、こっちは2分割でいきましょう。うん。そうだね、もうここ押さえにかかりましょう。まず取りに行きましょう。うん。で、次私だね。おお、なっちゃった。はい、ごめんなさい。あれ、私何しました？出陣だね。で、吉久さんと。うん、ここまで行っちゃおうか。というわけでね、じゃあお時間の方が良くなりましたんで、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。